いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、今回のロペライオチャンネルはちょっと変わったテイストだと思うんですけども、車のレビューではなくてですね、スペシャルゲストを今回呼んでおりまして、フリートークを行いたいと思っております。はい、そうですね、皆さんどんな人が来るのか、はいですね、よくコメントにたくさんいただくんです。いまだにあの方は何してるんですかとか、あの方は出ないんですかロペライオチャンネルみたいなことを言われますんで、そうです、まさにその方に今回ですね登場していただきたいと思います。どうぞ。お久しぶりでございます久しぶりでございます久しぶりでございます。ご無沙汰しております。大変ご無沙汰しております。いいんですか、いいんでしょうか。はい、まあ、改めまして、はい、まあ、ロペライオチャンネルにですね、最近はもうすっかり見なくなりました、はい、清水さん、今回はですねご無理を、はい、お越しいただきました、はい、大変ご無沙汰しておりますご無沙汰しております。ご存じじゃない方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、いやでもですね、はい、大体の方が知ってるんですよ。あ、そうですかね、はい、で先ほど、はい、僕ちょっと言いましたけど、やっぱりね、未だにもう私の SNS、はいはい、インスタ、ツイッター、そしてロペライオチャンネルの中でも、はい、清水さんどこ行ったんですかとか、いやいやいや、清水さんもうレビューしないんですかみたいなコメントもたくさんあり、ありがとうございます。そして当時ね、もう伝説の回と言われました、あの LFA とか、あ、そっちですね、はいはい、その辺も未だにコメント入ってくるんです。ありがとうございます、はい、ということでですね、だから清水さんどこ行ったのっていう視聴者さんの意見も多いので、今回特別編という形でちょっとトーク、すいません、お邪魔いたします、はい、よろしくお願いします、はい、でちょっと改めましてですけど、はいはい、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてよろしいですか、はい、そうですね、元、ロペライオチャンネルサブ MC の、はい、清水でございます、はい、ご無沙汰しております、よろしくお願いします、はい、いやなんかこれユーチューバーになったんですか。いやいやいや、とんでもございません。いや本当にいいのかなっていう気持ちがありまして、はい、こんなに今大人気の権威あるですねロペライオチャンネル様に出させていただけるなんて、はい、とても光栄でございます。はい、はい、そうなんです。まあかれこれもう2年半ぐらい前になるんですよね。はい、そうですね。はい、清水さんは当時ですね、GLE クーペだったかと思うんですけど、はい、そのインプレッションの時に、私のことは嫌いになってもロペライオのことは嫌いにならないでくださいと言い残して、はい、この映像ですよ、これ今。最後ですけど、私のことは嫌いでもロペライオチャンネルのことは嫌いにならないでください、あーみたいなねそんな感じなんですけども、はい、これ出てますね、はいはい、記憶があんまりないんですよね、あんまりない、はい、はい、言い残して、ロペライオを去っていったわけですね。はい、はい、そうですね、はい、まあ、実は皆さん何してるのっていう方多かったんですけど、まあ、すでにもう退職されていて、はいはい、今は違う会社にね、はい、いるんです。別にグループ会社にいるとかそういうわけではない、はいはい、なので最終回でちゃんとしっかりですね、はい、私退職する旨を皆様にお伝えせずに、はい、卒業といった形で辞めた記憶が残っているんですけども、はい、実はちょっとそのタイミングでロペライオを退職いたしまして、今ちょっと別の、はい、仕事をしております、はい、いう形です。これまたね、視聴者さんね気になってると思うんです、何の仕事をしてるんですかってはい、そうですね、退職をしてすぐは、まあ IT 系の企業の方で、ちょっとその車を少しかじったような、うん、まあ、オンライン、アプリで完結するような買取事業の、立ち上げを、はい、させていただきまして、はい、でそれを2年間ほど、はい、やらせていただいて、約半年ぐらい前にですね、もう完全に車とは、うん、離れた、今はウェブ会議システムを、開発運営している、サービスに携わっておりますという。今はもう車とは全く関係ない。一切車関係ございません。なるほど、はい、いやでもですよ、退職をして
またこうやって出てくれるっていうのはねすごい嬉しいですよ。いや私も、はい、そうですね、常に見てましたし、まさか出れるとは思ってませんでして、本当に2年半ぶりに出させていただいてるんで、すごくちょっと緊張してます。本当に、はい、緊張してます。まあ、清水さんといえばさっき、ね、LFA の、ね、伝説の回みたいなのありましたけど、はい、あとアルファロメオの、ね、4C ですね、はい、ね、あれは結構あの回も、ね、はい、神って言われてる回で、神回っていうふうになんか、はい、言われてますけども、はい、ね、あの辺から、ね、一気に多分ロペライオチャンネルって、ね、うん、フォロワー数が増えたんですよ、はいはいはい、で、まあ、4C あんなに、ね、新車に近いコンディションだったのにもうエアコン効かなくて、そうでしたね、汗ダクダクで、そうそう、はい、でもその辺のレビューが面白いって言っていただいた方結構多くて、うん、はいはいはい、現にね、そのレビューを見て清水さんからアルファの 4C を買いたいって言って買ったお客様も、はい、いらっしゃいます、いらっしゃるぐらいですよね、はい、そうですね、まだにね、まだたくさん乗り換えていただいてますけどね、はい、はい、ただまあダメなポイントっていうと最初のインプレッションで言いましたけど、エアコンがもう効かなくて、全然走ったらエアコン効きましたけど、はい、2005年登録のまだ2015年登録のまだ数百キロしかしてないのに、はい、もうエアコン効かないのかみたいなあれってちょっと拍子抜けとか、いや、そういうのはやっぱで、まあ、ロペライを、まあ、退職して、ね、今また新しいちょっと事業をやってらっしゃるということですけども、はいはい、実際ロペライをどうですか、外から見て。いや、はい、やっぱりですね、はい、外に出て、はい、やっと気づいたこともあるんですけど、はい、やっぱり華々しい会社ってイメージがあって、あ、そんな感じする、やっぱりこの車業界では、うん、何でしょう、まあ、業界の人にとっては多分知らない人はいない、うん、会社なんじゃないかなと。あとやっぱり、まあ、何でしょう、今若い層の方にとても人気があるように見えるので、そういった採用面とかっていうのも、うん、まあ、きっと困ってないんじゃないかなとは思いますけどね。困ってないことはないけど、いや、やっぱ、まあ、皆さんだからロペライを入社したい、うん、入社したいみたいな、ものを見るので、まあ、やっぱそういったところはやっぱすごいなと。なるほど、はい、やっぱロペライチャンネル見てる？見てます見てます、全部ではないですが、うん、そうですね、2回に1回か3回に1回ぐらいは見ます、たまに自分が出てた回も見たりする？自分が出てた回はあんまり遡って見ないですね。ただ、動画の再生回数順で並べると、うんうん、確かですね、トップ5の中に私が出演させていただいてた回が多分3個入ってると思うんですよね。そうなんです、ね、さすがだね。それをね、今日ちょっと言おうかなと思ってたら、やっぱ把握してた。いや、まあ、そこは見てください。これだけの方に見られてるのって逆に本当今は思うんですけど、今なんか緊張してきたというか。なるほど、ね、何回でしたっけ、すごい再生回数。今一番再生されてるのがランボルギーノアベンタドールロードスターが今230万回ぐらい。すごいですよ、ね。で2番に LFA ですね。これが170万回。170万回ですよね。2年前ですよね。はい、これは本当にね、いまだにこの、はい、例えばこの3月の再生ランキングの上位とかに入ってきたりする、はい、未だに見られる。そうなんですね、この2年前の。へえ。そしてなぜか輸入車の話をしようなんですけど、はいはい、トップ3にアルファード、アルファードロイヤルラウンジですね、はいはい、覚えてます。なんで、まあ、一応レクサスも一応国産車っていうカテゴリーに入れると、はい、まあね、トップ3のうち2台は国産車が入ってくるんです。そうなりますね。そうか、タイトルを国産車の話にするようにした方がいいのかなと思って、ね、はい、確かに。そして、まあ、4番目にランボルギーニの裏からですね。これはね、岡本さんと一緒に言います、150万回、はい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 、そしてまた5位に A458、そうですね、スペチャーレ A、 ですね、覚えてます、ね、これもやっぱね、未だにね、やっぱ入ってくるんですよ、ランキングに、まあ、みたいな。やっぱり、まあ、車なんでしょうね、やっぱり人気のある車というか、うん、まあ、珍しい希少価値の高い車は再生回数が伸びるんではないかな、うん、なので私の力ではございませんので、まあね、今いろんな要素が、はい、多分ねちょっと自慢しましたけど、うん、トップ5に3つ入ってますとかちょっと自慢しましたけど俺全部入ってるからねそりゃそうです。で、川島さん出てない回ってあります？ないっすよ。ないんで、今度は作ろうかなと思って。あ、川島さんなしの回、あえてなしで
二野田さんとね、はいはいはい、うちの佐喜田さんに、ね、やってもらおうかな。他にはいいかもしれないですね。回もあるんですけども、はい、清水さんちなみにどの回が好きですか？印象に残ってる回みたいな。そのあれですか、私がまだいた時代で。そうそう、いた時代で、どうでしょうね。まあやっぱり私が出演させていただいた回になりますけど、まあ、先ほど話ありましたようにアルファロメオの方針とかっていうのはすごく印象に残ってますし、あと方針のどの辺が、なんかさ、どっかでさ、トンネル入った時に気持ち悪くなった時あったよね。あ、ありました。あれ方針だっけな、ヘクサスかな。まあ基本気持ち悪くなってましたけどねまだ排ガスでね、はい。まあでも 4C はやっぱりそうですね、こう正直にこうエアコン効かないこととかを、うん、言い始めた回があそこからなんじゃないかな、うん、そうだね。ちょっとこうなんでしょう、いい意味で車をディスると言いますか。そうだね、はい、隠さず全部伝えるみたいな、うん、あのスタイルが出来上がったのってあれぐらいかなっていうふうに思います。なんかね、それを視聴者の方とかいろんな方と話をすると、はい、うん、イタリア車はディスっても OK なんですっていうね、方は多かったです。ディスられると喜ぶんだって。なるほど、なるほど。その他の車はあんまりディスらない方がいいんじゃないか説もあるそういうことですか。まあでもそう、はい、まあ、そうかもしれないですね。まあでもやっぱアルファロメオ 4C なんだね。はい、あれ印象に残ってます。スペチアレも残ってますし、そうですね、あとでも 何個ぐらいやったんですかね。なんか自分が出させていただいた回が全部で何個やったかってあんまり覚えてないんですけど、うん、他はあんまり印象ないか。あ、そうだね。でもね、なんかね、清水ロスってね、結構未だにあるのよ。いやいやいや、これいやいやって思うかもしれないけど、一般人ですよ、ただの、ただの一般人ですよ。いや、ユーチューバーです。申し訳ない。いや、ユーチューバーです。なんか本当申し訳ないですね、本当に。ね、ありがとうございます。すごいなと思いました。ありがとうございます。はい、なので、はい、そういった視聴者さんからのコメントもたくさんもあったんで、はい、ちょっとね、まあ、時代なのかはあれですけど、SNS を通して、はい、ね、はい、メッセージをして、はい、そうですね、今度出てよみたいな、はい、特別編でさ、やるからさみたいな時に、最初はちょっと嫌だって言われたんだよね。いや、そうなんです。川越さんからですね、出演の去年、ね、依頼をいただきまして、ちょっとなんか恐れ多かったしちょっとまあスケジュール的な都合もあんまり合わなかったので、うんうん、ちょっと長く検討させてくださいみたいな感じで一旦ね、お断りさせていただいたんですが、そう、はい、まあ願い叶ってということです。そうですね、ありがとうございます、はい、私なんか、はい、多分今ね、ここでリアルタイムだとチャットが出てると思うんですけど、はい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 、ちょっと今リアルタイムの撮影ではないので、はい、ちょっと見れてないんですが、多分ね、視聴者さんの気になることとして、清水さんって車何乗ってるんですかっていうそれで気になってる方多いと思うんですけど、はいはいはい、それは何乗ってるんですか。多分ね、ロペライオチャンネル時代は、何とは言わず SUV に乗ってますっていうようなことをね、はい、言ってたと思うんですよ。そうですね、今、まあ、全然言えちゃうんですけど、うん、当時はフォルスワーゲンのトワレグ乗ってました。はい、はい、で今は、あれワーゲンのトワレグからあれだっけ、なんか なかったっけ。ないですねなかったっけ、はい、あれそうだっけ、はい、あ、それはないんだ。そうですね、あ、最初 E クラスのあ、そうだよね、ステーションワゴン E の430とかじゃなかったっけ、はい、320、あ、320ワゴン、2004年黒の。そうです、そうです、アバンギャルドとかでね。そうです、あれをですね、入社2年目ぐらいで購入をしまして。いいね、 E クラスを買ったっていうところがまたいいね、はい、その後、うん、フォルスワーゲンのトワレック、はい、で、今は、アルファード乗ってます。アルファード、やっぱそうなっちゃう。アルファードです。私あれですよ、言いましたよ、V220D の回で、あ、はいはい、多分最後の総評かなんかだったと思うんですけど、川越さんから V と、アルベルだったらどっち乗るっていう、うん、苦渋の決断だったんですが、正直にアルベルって言いました。その時ベルファイア確か言ったと思います。じゃあ質問いいですか。はい、まあ、これエクストラロングじゃないとして、ああ、はいはいはい、じゃないとして、はい、ベルファイア、アルファード、はい、もしくは V クラス、はい、どっち買いますか。笑ってる笑ってるもちろんね、外車の店長として
これは正直に言っていいんですか、ね、正直に言ってくださいよ、正直に言ってください。ベルファイア、ベルファイア、ベルファイアで今それが現実となりアルファード。なるほど、はい、何年式の、まあ、今の現行型の、今の現行型です230後期。何年式、2018年グレードは 2.5 の S の A パケです。あー、まあいいね、はい、そんなエグゼクティブラウンジなんていらないです。結構さ今相場いいでしょ。いや今どうなんでしょうね、私今車 SC とかだったらね、すごい高いよ今SC、S の C パケ、うん、あちょうどでも S、はいはい、でも結構高いよ今。あんまり落ちてないですよね。いやむしろちょっと上がったんじゃないかなと思う。ガソリン、そうですか、ガソリンですよ、レギュラーです。 2.5 なんで、そうですね、 2.5 はガソリン、 3.5 になるとハイオクですね。なるほど。で 2.5、 そうか、ハイブリッドじゃなくて、そうそうそう、 2.5 の S の A パケ、なるほど、 C パケじゃなくて1個下の A パケです。やっぱアルファードになるんですよ、はい、そうですね、アルファードいいですか。いや最高ですね。言っちゃっていいですか。いや言っちゃっていい。これですね、俺もアルファード最強説言ってるからね。私ですね、今まで乗った車の中で、うん、正直一番満足してます。あ、そう、はい、ちょっとまあ、家族構成的に子供がいるとかっていうのもあるので、やっぱりスライドドアがいいなみたいな、ちょっと家族間の話から。なるほどね、はい、本当はまあ SUV 系は昔から形的には好きだったんですけど、うん、まあ、長い目で見てスライドドアかなということでアルファードいっちゃいました。何色ですか。パールホワイトですね。あ、はい、なんで黒じゃなかった。トワレク黒だったよね。あ、そうです、クラスも黒だったよね。そうです、黒黒で来たんですけど、いや何でしょう、気分的に。 あ、 そう、あとはまあ家族間の会議の中で、黒じゃなくてたまには白いっちゃおうと。なるほど、ね、白オプションなんですよね。あ、そうなんだ。パールホワイトオプションなんですよ確か。へ、いくらかするんですけど。今日持ってきたの。あ、今日、はい、後で見たい人いますか。いや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 全然もう見せる愛車紹介はそうでもないです。はい、はい、アルファード行くわけですよね。そうですね。でもあの時ね、僕もね確かにね V クラス、アルファード、ベルファイアどっちがいいって言ったら、うん、アルベルって言ったんですよ僕も。ちなみにいいですか。ちなみにいいですか。あ、どうぞどうぞ。ベルファイア、アルファード、V クラス、はい、どれを選んですか。いや難しい。でも法人で1台持ってるんだったら、はい、これ V でもいいかなと思います、はいはい、ちょっと家族とか、家族で、じゃあ、ね、家族で友達とかって見た場合はやっぱ、まあ、ベルファイア、アルファードどっちでもいいんだけど、はい、まあかなっていう感じがしますね。そうですよね。アルファード乗ったんですけど、はい、乗って思うことはやっぱりね、ドイツ車にはやっぱ走りはかなわないというか、やっぱねちょっとね、ぶつかった時とか、はい、やっぱり風とか、はい、なんか揺れるじゃんものすごく。そうですね。でパネルはさ、まあ、そういう形状だからしょうがないんだけど、はい、やっぱりもう薄いし柔らかいから、ちょっとぶつけただけでぐにゃって回る。あ、それは感じますね、うん、あと車上荒らし狙われた俺。やられました。未遂なんだけど、運転席のドア、はい、うん、バリバリになってて、でもエグゼクティブラウンジって運転席のドアが二重構造になってるのよ。はいはいはい。へえ、ドアが窓、ま、窓が、窓が、はい、だから割れなかったのよ、はいはいはい、後ろやられたら多分行っちゃったかもしれないんだけど。あ、じゃあなんかこうひびがブワーって入ってるような感じ、はい、雲の巣みたいな、わーな、へえ、なんか何を狙おうとしたんですかね。中に入ってる荷物だと思うんだよね。荷物、そう、まあ、ちょっとね、たくさんあれですね、入ってます、ね、そうそう、紙袋がちょっと見える位置にあったのよ、はいはいはい、大したものも入ってないんだけど、でも紙袋はちょっと、まあ、そこそこの紙袋で、たくさん入ってんじゃないですか、たくさん入ってんじゃないですか。そうそう、で多分それを取ろうとして、はい、カシンって言って朝びっくりした。ああ、俺の、しかも雨の日狙うんだって。雨の日、へえ、びっくりした。今まで一回もなかったのに。だから、うん、まあ、またちょっと家族構成的にはやっぱそういう車あってもいいかなと思うけど、あの時はねアルベルファイアって言ったんだけど、今思うと V クラスの方も悪くないなと思う。アルファードってさ、荷物さ入れてさ子供をバーッと乗ったらさ、もう何も乗んないでしょ。
もう結構ね、あ、そうですね、7人乗りで、はい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 、ね、後ろの3列目出したらもうほとんど荷物乗んないじゃん。そうですね。でも V は乗るのよ、そっからさ、3列目がちゃんとあっても。そう、うん、だからそういった面で言うと、まあそれもありなのかなと思ったけど、うんうんうん、まあ、どっち乗るかって言ったらやっぱそっち乗っていや、アルファードいいですね、本当にね、はい、やっぱ楽なんだよね。楽ですし、運転してても疲れないですね。あ、すみません、一応入社させていただいて、まあ、アルファードベルファードも売ってるんだけど。アルファードそうですよね、アルファード売ってますよね。そうそうそう、うん、はい、いや、あんまりじゃあここら辺にしてます。そうですね、ここら辺にします。はい、あの、なんか興味のある輸入車とかないですか？もうちょっと興味なくなった感じ？いや、完全になくなったわけではないんですが、うん、全然ついていけてないです。どんどん今新しい新車とかは全く情報が入ってこないですし、私から情報を仕入れようとも今しなくなっちゃったんで、多分本当あの止まってます、知識が。最近の、そうなんだ、はい、外車分かんないですし、昔、まあ、ちょっと前の輸入車も記憶が、あの前みたいにしっかりスペックなんか全然何も言えないです。じゃあポルシェの今911あるじゃん、はい、あの一番新しい方って何タイプ、何か知ってる？992です。ああ、それ知ってる。よかったです、よかったです。でもでもですね、パッとこうデザインはあんまり浮かんでこないですね。そうなんだ、はい、なるほど。グレードとかも同じなんですか？あの S、カメラ S とか、まあ、そうそうそう、 4S とかもあるんですか？ 4S もあって GTS もあってみたいな、あ、まあ、出たばっかりだからこれからターボモデルが出たりするんだけど、あ、でもその辺が今ちょっとね、全然追いつけてないですね。へ、あまり今だから仕事で今車の知識あっても活かせないんで、そうなんです、ね、必死にあのウェブ会議システムのですね、勉強してます。ウェブ会議でも今このご時世、ね、あ、そうですね、今ちょうどそこの新型コロナウイルスの影響もあって、うん、今テレワークに移行する企業さんですとか、ね、あとは先ほどもちょっと触れましたけど、新卒の採用の面接、採用の説明会とかが、うん、今このオフラインではあの集客してこうできないので、なのでオンラインでやろうみたいな、そういったニーズで、あのかなり今そうですね、あの好評いただいておりまして、ね、あのコーリングっていうサービスなんですけれども、はい、あの、なんでその事業をやろうと思ったの？それだって、いつからやってるの？私があの入ったのはちょうど半年ぐらい 前なので、昨年の2019年の10月11月ぐらいからですね、はい、なんかでもあれだよね、そういうさ、やっぱ新規事業に行けるっていうのがすごいいい意味での決断と勇気があるよね。まあ、いろんなことを、そうですね、車以外も、まあ、いろんなビジネスをちょっと携わっていきたいっていう気持ちは、うん、あの、ありましたんで、でやはりまあ私ずっと、まあ、新卒でロペライを入社させて、ね、ずっと車に携わってきたので、ね、まあ、少し不安はありましたけど、うん、まあ、やっぱりこうウェブ業界といいますか、まあ、そういったところに身を置くっていうのは自分の修行の意味でも、はい、あのこれから活かせるんではないかなと思って、今日々ちょっと勉強で、はい、素晴らしいね、はい、あ、ちょっといい質問です、はい、いいですか？外車興味ありますか？輸入車興味ありますか？今でいいですか？今です、はい、ですね、はい、ちょっとカメラ目線にしましょう。いや、あまり興味あまり興味ない。あれだけ輸入車の話をしときながら、いや、すいません、当時はもちろん興味ありました、はい、やっぱり、はい、あのもちろん仕事ですし、はい、あのかっこいいな、もうどの車見てもかっこいいな、うんうん、もちろん思いました。でセールスするにはやっぱり自分であの車を惚れ込まないと、うんうん、あの成り立たないので、まあ、そういったモードになってました。なのでとても大好きでした。なるほど。だ今はやっぱりですね、ちょっと離れるとあまりこう自分からやっぱり興味湧かないですね。なるほどね、やっぱそうなるんだね。本当実用性だけを考えて今アルファード乗ってますし、今これじゃあさ、逆も また質問してですか、はい、なんでロペライに入ったんですか？これ前なんかで言っロペライチャンネル内でも言ってないじゃん、言ったかね、あのほんのり、まあ、学生時代も、うん、まあ、昔から幼少時代から、うん、車っていうのはどっちかっていうと好きな方でした。ほうほう、 どちらかというと俺もそんな感じだね、若干好きな方です、うん、でも多分思いっきり好きかって言われると、
あの別にオタクとかではないので、うん、ほんのり好きでした、まあ、興味はあったので何かしらこう車に関わるお仕事に就きたいなっていうところで、うん、学生時代大学時代そうですねあの車関係の、お仕事を絞って、はい、いろいろ見させていただいた中であのロペライオがとてもこの何でしょう採用サイトの中ですごく人気が目立ったこう、プロモーションをしてたのでとても興味あるなと、うん、うち以外にはいや説明会はもうあと2個ぐらい行きましたけど何系あ一応車関係ですそうなんだ、はい、でもあの説明会まで行くだけで、うん、面接の応募とかはせずに、うんうん、もう割と最初の方にロペライオのあの採用の面接がどんどん進んでったんで結構最初の方に内定をいただいてもうすぐに就活をあの辞めもうロペライオで行こうともう他見ずになるほど一本で行こうという形で新卒で入社いたしました。最初に店長になったのは当時のセルカユーティリティ SUV 専門店みたいな感じだったりとかそうですそうですなるほどね、はい、でそこで初めて店長になったのが何歳だ26歳入社3年目あ今いくつなの私32です若いねもう、はい、もう今年33になりますなるほど、はい、でそこから埼玉店長になりあ埼玉店とそうだセルカユーティリタンの兼任店長をやりましたねその後あでその後世田谷店の店長あ世田谷店店長やったっけやりました世田谷店店長させていただいて最後に、うん青山店の店長と世田谷店の店長兼任で、うんあ営業副部長という形でさせていただいて、うんうんうん、でそれが最後ですかねなるほど、はい、あじゃあ練馬店長やってないんだ練馬店長やってないですあそうですねやってないですねじゃあやんないとねいやいやうちジョブリターン制度っていうのを新しく導入しまして、はい、戻ってきても OK だよシステムあるんですで早速ね戻ってきてくれた、ね、社員もいるわけですえそうなんですかいるんですはい某ディーラーに行ってたんですけどなんかちょっと違ったやっぱね隣の芝が青く見えたってそうあ店長ではないけど今はそうそうで戻ってきて、はい、でまあそのタイミングぐらいでちょうどそういう制度をちゃんと導入しようと会社としてでジョブリターンっていう形でへえ、うん、いやでも本当そうなんですよあのロペライオ非常にいい会社でそうやって私もあの退職してもう2年半経ちますけど、うん、こうやってあのまだあの川久保さんと連絡を取り合ってこういうふうに出させていただいてますし、ね、僕今の人みんな連絡取ってるわけじゃないからねそうですねそうやってまた、ね、ロペライオに戻ってくる社員もいるっていうのは、うん、結構珍しいんじゃないですかねそうだよね、はい、なんでね、うん、あのいつでも戻ってきて大丈夫ですからまあ一応面接があるからその時またねあ受かんないんじゃないかな、 なんかまあでもね今のねちょっと事業をね成功させてもらってねはい、はい、うちでまた車をね買っていただけるようにね我々もそんな会社にしたいなとありがとうございます、うん、思いますまた会社に興味が湧いたらぜひちょっと、はい、あのお客さんの立場でお世話になりたいなと思ってますんではいねそういうことでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あとあのロペラチャンネル私、はい、あのとても最近ハマって見てるのが社員の愛車紹介なるほどあれ面白いなと思って、はい、ついこの間も、今、はい、ケイマンそうだねケイマン乗ってる、うん、私もともと一緒に仕事をちょっと半年ぐらい一緒にしてた社員がヒザトさんですねヒザトさんの愛車あれ面白いですね本当にあのどんな車乗ってるんだろう社員さんがって、うん、皆さんやっぱり興味あると思いますし実際ああいうふうに見れるっていうのはとても面白いと思います、ね、じゃあねもっとね自分の愛車紹介もやったんですけどね、はいはいはい、あとはこれね恒例の鈴木さんね、はい、これロペライオのいやサプライズの文化オリジナル懐かしいありがとうございますお客様にプレゼントしていたと思いますけどいやすごい、はい、あじゃあ袋置いていってくださいありがとうございますすいませんこれねはいこれありますすいません頂戴しましたはい、私の名前が入ってるスパークリングワインそうです、はい、いや飲みながら帰らないように気をつけてくださいロペライオこういうこういうですねやっぱりサプライズとか粋な計らいがやっぱりいいですよねありがとうございますとんでもないですびっくりしました、まあ、記念にしてください、ね、少し昔とラベル変わったでしょなんかあ変わってますねねはい
おしゃれです、まあ、名前入りの、はい、お客様だったらいつもサマーとかつけてるんだけど、はい、呼び捨てですね。そうそうそう、呼び捨て で, 捨てでいいですね。サマーなんてつけなくていいですね、はい、まあ買ってもらったらつけるんで。これどん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 貯めていけるように頑張ります、はい、そうね、はい、はい、まあ、ということで、はい、はい、まあ、時間もね、来ましたんで、ありがとうございます。これにて特別編のゲストとしてありがとうございます。フリートークを見て終了となります、はい、大変お邪魔いたしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、まあ、ぜひこちらこれ記念にありがとうございます。こちらいただきます、はい、皆さん、皆さんお邪魔いたしました、ありがとうございます、はい、本当によろしくお願いします、はいはい、じゃあ引き続きまた視聴者の皆さんも、ロペライチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。はい。